カラーガードインストラクターの大久保靖子です。例えば170センチポールの場合は基本の形は大きく2種類あります。生地の持つ特徴を生かしたフラッグデザインをすることがこちらのように抜いてあるフラッグについてはとても難しいです。デザインする上で右上の端にデザインを入れると